皆さんこんにちは、サイムです。さて今日も算数の問題解いていくんですけれども、今日は難しい一題となっております。このような問題です。 8g、9g、10g の3種類の重りがたくさんあります。これらの重りを使って整数で表される重さを作ります。1番、 9g と 10g の2種類の重りしか使えないとき、作れない重さの中で一番重い重さは何 g ですかという問題です。2番は 8g と 9g のとき、もちろん8g と 9g の時ちょっと以下省略してますけど、作れない重さで一番重い重さは何 g ですかという問題。3番も同じく 8g と 9g と 10g の3種類の重りを使うとき、作れない重さの中で一番重い重さは何 g ですかという問題です。はい、それでは解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。問題の例はどういうことかというと、例えば 9g と 10g を1個ずつ作れば 19g が作れますよね。それとか例えば 8g を作れるかと、 9g と 10g の2種類を使って 8g なんて作れるわけないですし、 11g とかも無理ですよね。この無理っていうの中で一番重い重さは何 g ですかということになります。調べたいのはこういうことになります。 9g と 10g の枚数ですよね。はい、枚数が例えばこっち1枚で0枚だったら、この結果はこれは 9g だということですね。これつまり 9g は作れるということです。じゃあ枚数をどんどん増やしていくと、2枚だったら 18g の時もあれば、ここ1でここ1でもいいですよね。 19g も作れると。だからここをもう無限のように調べていかないといけないっていうことなんですよね。ここ30、50とかね。ただ調べる方法があるんです。これ無限通りにダダダダって調べる方法がありまして、今日はそれをお伝えしようかなと思います。スーパー熟テクニックです。はい、それではやっていきますね。まずは 9g と 10g の最小公倍数を取ります。9と10の最小公倍数は90なので、これ大変ですけど90個全部書き出します。で、今回は説明のためにこれを全取りやるっていう説明のために書き切ります。実際の本番では途中省略してもらっても構いません。はい、今回は90個、9と10の最小公倍数90なので、1から90までの整数をすべて書きます。大変ですが、ただその時に左にずっと90個書くんじゃなくて、段ごとに分けてください。で、その段は9個ずつ書くか10個ずつ書くか、10個ずつの方がキリがいいんですけれども、カッコ2とカッコ3番見ていただいたら分かるように、全部 9g 入ってるんですよね。だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で一旦止めて、10,11,12,13,14,9 の倍数セットでね、縦に並べてしっかり書いていってください。ちょっと書いてみますね。はいはい、書きました。90個でございます。9個セットの単位で考えて90まで、 9×10 ですよね。 9×10 の90個まで書きました。はい、さてこっからが大事なんですけれども、今やりたいのは 9g と 10g の枚数ですよね。1から順番に入れていきます。例えばこれ10って入れたら、これどこですかね。9、ここですよね。つまりこれはできると、赤でやっていきたいと思います。はい、これは作ることができる重さです。じゃあここ0を固定して、こっちだけ増やしていきましょう。9が20、30、40って言ったらどうなるのかっていうと、9が2ってことは、ここは2ですよね。9が2で18ですから、今やってるのは、ここ0で、はい、点です。9g だけ増やしていきたいと思います。すると、これ縦、全部これ作ることができますよね。それはそうです。9の倍数ですから。はい、縦は全部作ることができます。はい、じゃあこれね、ずっとやってても無駄ですよね。ずっと同じ列ですからね。だからこの列はもうすべてどこまで下行ったとしても作ることができるということです。次。はい、次行きます。今、これ 9g だけ増やしていって 10g0。10g 使ってないんですけど、今度 10g 使っていきます。10g は、じゃあ今度1枚使ったらどうなるかっていうと、はい、1枚だけ使った場合は 10g ですよね。つまり 10g は作ることができる重さ。決定と。はい、今度はこっちを書いていきます。はい、9g が11の時。11の時っていうのは 19g であり、21の時は 9g が1個だけ増えたので1個下に行きますよね。9個セットで書いていきますので、下に行けば9増えるっていう等差数列になってるはずです。
だからここも作ることができると。ということは 9g の枚数をひたすら増やしていってもこの下が埋まっていくだけですよね。ということはこの下全部作ることができるってことですよね。だからここの下は全部作ることができると。はい。さて今何やってるかっていうと、ここに全通り入れるんですよね。 10g 一番初め何やったかっていうと 10g が0で 9g を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ずーっと入れていったらここが埋まると。で次 10g1 にして9g0,1,2,3,4,5 って入れてたらここが全部埋まっていくと。全パターンいきましょう。 9g が、じゃあ 10g がじゃあ2の時はこれ20ですよね。するとここ、はい、1,2,3,4,5 は全部入れていきます。 1,2,3,4 って入れてたら 9g が1個ずつ増えていくだけなので、下に1個ずつ降りていくだけと。はい、だから全部やる必要ないですよね。もうこの先ずっと下に1個ずつ増える、作ることができるということ。じゃあ 10g が3の時はこっからスタートして、4の時はこっから、5の時はこっから、6の時はこっから、7の時はこっから、8の時はこっから、9の時はこっから、10の時はこっからですよね。だからもう埋まってるから、もうこれ以上やる必要ないですよね。だから、はい、このあたりは全部作ることができると。これで全パターン調べたことになりません？10g の値も増やしていったし、9g の値も増やしていったので。ということで、この書かれてないところが作ることができない数っていうことが言えるわけです。だから一体最大は何かって言われたら、これですね。括弧1番の答え的には、はい、作れない重さの最大は 71g というふうにわかるわけです。はい、じゃあ括弧2番そのままやっていきましょう。8と9。8と9。はい。で、その次は、せっかく9個ずつ書いてあるので、ここでね、72まであるので、まあ、ここまででしっかり書いた上で、次 8g を消していきます。はい、次は 8g と、はい、9g の全部のパターンを調べると。はい、ここ8が0の時は9に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って入れてたら、まあ、ここが埋まると。はい、じゃあ、8g1 で、まあ、9g0。まあ、8ですよね。8の時は今度はこっちが埋まると。はい。で、こっから9を今度1,2,3,4,5,6って増やしていったとしても、9g増やすことで、これ下に降りていくだけなので、はい、ここ全部作ることができるということですね。はい。で、その次、ここ2にしましょうか。2の時は、20の時は8に16なので、それより下は 9g を増やしていくだけなので、全部作ることができると。この調子でやったら8の倍数。8、8に16、8、3、20、8、4、32、8、5、40、48、56、64、8、72、ここですね。はい。まあ 9g はね、作ることができますので、まあここ丸っときますね。はい。で、あとはその下が、はい、全部作ることができる数と。はい。この辺は全部作ることができると。もちろんちょっと書いてないんですけど、この辺も作ることができると。いうことになります。だから今回は9の倍数全部と8の倍数に9を足していったところが全部作ることができると。はい。ということで作ることができないのは、はい、最大は55ということになります。はい。ということで9の倍数と8の倍数プラス9の倍数。はい。ということで括弧2番が、はい、55。まあ、青色だけを見てくださいね。青色だけを見た時の作れない最大が55と。はい。それでは最後、括弧3番。まあ、こうやってね、うまく書けばもう、答え見えてくるんですけど、今度は、8の倍数と9の倍数と10の倍数。3種類全部使う。3種類全部、もちろん使わないやつがあってもいいんですけれども、9と10と8と9やりました。これ3つとも使ったら、これ合計27ですよね。あと1個何か使おうと思っても、ここで書かれてない31超えてしまいますので、ここで今、丸が打たれてないところが作れない。この3つをどれ使っても作ることができない数になります。ということで、最大っていうのはここで目の前に現れていて、最大は31ですよと。はい、ということがわかります。はい、この2個の場合だったら、まあ、公式も実はあります。9×10 の90から、9たす10、9と10の和を引いたもの、90-19で71だったり、これだったら8×72-17で55とかって出たりしますけど、さすがに3つになると、まあないことは、公式ないことはないんですけど、超複雑になりますので、まあ公式に頼ってしまうと逆に解けなくなると
今みたいなしっかりと書き出しによって最後31っていうのをもう導くしかもうなくなるわけなんで、ぜひね、理屈等も分かってほしいかなと。今日調べたのはこれの全パターンですね。全パターンを調べるために9個セットで考えてた。その9っていうのはここの9が共通してるから、まあ9個セットで書いていったっていうことになります。すると下に行ったら何がいいかというと、9のグラムが1個増えるだけっていうね。9グラムの数が1個増えるだけだから、無限個増やしていったとしても、ずっと下全部埋まっていくでしょっていうことね。で、あとはその17、10を1個ずつ増やしていって、さらに9を1個増やしていったってやったら、全パターン調べることができますよねっていうこと。これによって作れない最大の重さを導いてくださいという問題でした。はい、いかがでしたか？公式に頼ることなくです、根拠を持ってしっかり考えて、導く問題なんですけれども、まあ多少のテクニックがいりますよね。書き出すにしても、9個セットか10個セットかで、しっかり書いていって、残り縦に下ろして消していくと。というタイプの問題でした。はい、それでは以上になります。この問題が良ければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。以上です。ありがとうございました。